変化球空振り三振です。振り逃げ狙いますが一塁送球してアウト。いかがでしたか福のボールは。いいですね、ストライクからボールゾーンへ、はい、まあ左対左のあそこ弱点ですから確かにね、そういうことを加藤にはその感じてもらいたいということを、ね、よく言っています。まあ福もそうでしょう。福もルーキーイヤーにはあの27試合の登板がありましたが左にとっては嫌な方がね、クロス入ってますからね、バット出てしまいました。ここは球審がスイングを取りました。なるほど、それを模索し、ヨドインカンは見逃しの三振です。今日のジャイアンツ戦への思いというのはひとしおだったんですが、今日はジャイアンツ打線の方が1枚も2枚も上手でした。ここは福がジャイアンツ打線を抑えています。うん、これはいいボールです。見逃し三振。今日がおそらくこの後9回の表マウンドに上がるでしょう。最後は見逃しの三振です。空振りの三振。さあフルカウント、空振りの三振。雄たけびを上げました。ツーストライク、コーストライク、コース取ってもらいました。ストレートをバット回りました。ここまでの岡本です。アウトコースですが回っています。ここはクリーンナップからの攻撃、ピシャリと福が抑えて臨むドラゴンズ2番からの方打順です。イーグルに代わってイーグルスから来た三好が今日登録をされています、はい、ここは三振。やっぱりここまででいうとあの5回の攻防が、うん、明暗分けてます。相澤粘りましたが三振。ボール球を落としました。まあそれが自信の蓄積になっていくでしょうね、はい、外からストライクコール、これは遠い球、見逃し三振。真ん中構えてますよ、はい、真ん中手が出なかった。バティスタ見逃し三振。球要求するんでしょうけど、はい、まあ、ほとんどないんでしょうね。それがここは最後見逃しの三振。インサイドストライクのコール、インサイドストライク。最後は外決まりました。よし三振、小さく落ちました。モルツーストライク、空振り三振。ストレート28球目、バットはでかかったがスイングを取りました。カウント、さあここは松山どういった結果になるか。見逃しの三振、福はガッツポーズ。ここはピンチでのマウンド、さ同期小笠原の勝利に後押ししたのが福です。